オスロ。今日のヨーロッパの情勢を考えると、旅人が前もって知っておくべきことは、まずは旅先の街でたまたま内乱やクーデター、あるいは国際会議がないかどうかであろう。私たちがストックホルムに着いたばかりの時、そこではもう救世軍の国際会議の風が吹きまくっていた。街中の通りをどことなく お堅い感じの、しかし健康そうに見える紳士たちや老女たちが、藁帽子ハットを頭に乗せて、誰かをどんな風に救ってやろうかと、鵜の目鷹の目で駆け回っていた。そこで我々はノルウェーに退散したわけだ。だがオスロに一歩入るや否や、日曜日に重なって日曜学校の先生たちの世界会議が勃発した。すると世の中がどんなになるかご想像もつかないことだろう。オスロ全体が美徳の騒ぎとさえずりの洪水に襲われた。一瞬ごとに誰かが私にクリスチャン的な忍耐を示して微笑みかけ、私が神への礼拝に行くのかどうか英語で問いかけてきた。カール・ヨハンスゲートにはイプセンはおろか、ビョルンソンの精神もなく、吹いているのはただアングロサクソン教会の礼拝集会の精神だけ。私が恐れたのは、しかめっ面のイプセンまでも劇場の前に立つ柱のところで頭を上げ、隣人に及ぼす愛とか、そんなことを説教し始めることだ。だがイプセンは頭を上げず、何かに腹を立てているようには全く見えなかった。ビョルンソンは明らかにもっとよく答えていた。私はオスロでこんな疑問への答えを探した。こんなに小さな、私が判断できる限りでは貧しくもある民族が、そしてこんなに大きくもない、私が見たところでは十分に平凡でもあるオスロの町が、こんなにも偉大で驚くべき文学を自力で生み出したとは。どうしてだろうか。与えられた状況下では私にはその答えを見つけられなかった。そして今、以前よりもっと不思議に思っている。そしてもう一つ、別の疑問が私の頭をぐらつかせていた。それも文学に関するものだが、主に言語のことだ。いいですか？実際、ノルウェー人は300万もいない。それなのに、2つも3つもの言語で物を書き、そのどれもが実際には全く生きた言語ではない。リクスモールは都会の言語で、それは古いデンマーク語であり、歴史的、役所的、文学的な言葉だ。ランスモールは本来、古ノルド語で、農民の言語であるが、国の南西地方でのみ用いられ、おまけに人工的に作り出されている。本当に何ダースものさまざまなランスモールが、それぞれ異なる谷間で話されている。そしてビモールの運動があるが、これはリクスモールとランスモールを統合しようとするものだ。聖書法の改正が提案されているが、それに従えばリクスモールをランスモール風に書くことになる。学校ではランスモールかリクスモールか、その公共体が決めたところに従って学習する。作家たちはハムスンやウンセットのようにリクスモールでか、オーラブ・ドーンのようにランスモールでか、あるいは他の言語で書く。お分かりいただきたい、たった300万の民族にとってこれはいささか複雑だということを。私の印象では、言語問題におけるノルウェー的な美しい寛容にもかかわらず、この点についてこの勇壮で強力な小民族は完全にそれで良いとは感じていない。実際に我々チェコスロバキア国民も自分なりのやり方で似たような心配を抱えている。ただ我が国では言語または方言の問題は好んで公式化され、民族的、
政治的な原則的差異と受け取られている。しかし文学にとっては別で、私の考えではノルウェーの言語状況から一つの教訓が生まれる。言語がその時代に話され考えられるような生ける民族の母語となるように、そしてエリートか一般大衆か町か田舎かを問わず民族全体の言葉となるように作品を書くこと。私はこれが容易でないことを知っている。だがそれだけ努力するからこそ文学は芸術と呼ばれるのだ。文学は人を魅惑し奇跡を起こし、経験と言葉と感性の糧をいわば肉体に対するパンや魚のように心の荒野にできるだけ多く与えねばならない。そして多くの人に語りかけねばならぬとしたら、多すぎるほどの言葉と方言を話さねばならない。そのようにしてあらゆるランスモールと古い文学の記念物、そしてあらゆる人々のために書かれ話されたすべてのものの燃える言葉が彼らの上に降りてくる。なぜなら文学は言葉を通じてこの世のさまざまな方向を開けるように創造されたのだから。アーメン。このお説教の責任は日曜学校の先生たちにある。私は生まれてからこの方、これほどに抑圧された雄弁と説教力の一方的集中を見たことがない。そこには4000もの人がいたのに、説教していたのはその中のたった一人だけなのだ。どうすべきか。どうしようもない。自分で相手に説教し、教えてやるばかりである。